皆さんんごきげんよう、えー、今日はお釈迦様のお葬式の準備についてお話をいたします。いよいよお釈迦様をどうやってまあ、送るのかという葬儀の形が現れてくるわけですね。で、えー、今日はちょっといろんなことをお話ししようと思いますので、えー、長丁場になると思いますのであらかじめそのことだけ申し上げておきます。いつもは15分程度ですけど、えー、今日はかなり長い動画になると思います。<laughs> それで、あの,そのお葬式の話の前に一つだけ別のエピソードがありますのでまずその話を先にしてしまいましょう。それはあの、えー、男のお坊さんが、えー、これから先、えー、修行生活をする中でどうやって、まあ、異性との付き合い女性とどのように付き合ったらいいかというそういうことに関する。 えー、お釈迦様のの言言いい残しでで、ねまあ、ですすすすねねね遺とうか指示ががありますこれ阿南が聞くんです、ね、お釈迦様に我々はこのあとお釈迦様亡き後、まあと正しい生活を送っていきますけどもその中で一番やっぱり気になるのは、えー、女性に対してど,れどの程度のまあ親密度で我々は、えー、暮らせばいいのかというそのまあ何、えー、て言うか限界ですね基準をお定めくださいということに対してお釈迦様はこのようにおっしゃいますですね。 えー、見てはならないと、あのこれは本当です。今でもインド文化はあのなていうか、えー、特別な縁のない女性の顔をじっと見つめるということは大変これはあのつけで失礼なことなんですね。えー、してはならない道徳的に禁じられていることなんです。例えば修道、えー、ですね。修道さんが自分の息子の嫁ですね。 の顔をじっと見るというようなことはこれは家庭内でも禁じられているそれぐらい厳しいその男女間の関係がありますので、えー、それがもちろん当然のことながらその仏教の修行者にとって当たり前のことですが女性の顔をじっと見つめるようなそういうことをするしてはいけないで、えー、もし見たならとこれはね何かのきっかけで見てしまったとしてもですねその次の段階として話しかけてはならないと。りにですよあの あのお説教はいいんですあの。みんながいる場所で女性がいて女性もいろんな人が、ま、あのいてですね複数の人がいてその場で女性に対して話しかけるこれは構いませんあのお,お説教ですから個人的に私的にプライベートに女性にあれこれ話しかけるというようなことをするなということですね。 で、もし話しかけるような場面になったとしてもですね。仮にそうなったとしても、その時には言葉を慎めというわけで、まあ、全体として女性に対して個人的な思いで勝手に、えー、その何て言うか、近づくということは決してしてはいかんということです。これは今男性のお坊さんに対して言ってるんですけども。当然ながら、これは女性のお坊さんに対しては逆のことが言えるわけで、えー、女性のお坊さん、つまり甘さん、 ですね。ビクニさんにとっては逆に男性に対してこういうこのようなえー、ま何、あ、て言うか自己抑制ですね。を持って、えー、きちんとした形で付き合いなさいと、これはもう男女同じ形ですけどもね。まあ、こういうことをおっしゃったということです、えー、仏教の男女差別の問題に関しては、また改めて別の形で動画でお話をしたいと思っております。えー、平等なもの平等な点もあるし。 今の我々から見ると到底、えーまあ、承認できないような差別意識もあるんです仏教の中にはね確かにでそういうものについてはあの個々別々にまたお話をしていこうと思っております今日はここでこの,あのエピソードは一応終了いたしましてこっからが、えー、お釈迦様のお葬式のやり方ですね方法についてのお話になっていくわけで。 あの長くなるって言ったのはただ単にご紹介をするというよりもこれに関して今いろんなその学会の中でもあの問題が提起されておりまして、えー、新しい学説というのも出てるんですねそういうこともありますので、えー、ご紹介をしながらお話をしていこうと思います。えー、と最近は有名なアメリリカの仏教学者でグレゴリー・ショペン という人がおられます、えー、と私よりも5つ6つ上だと思いますけれどもね大変こうまあ,あスマートで、えー、スマートっていうのは頭がねあの切れてそして、えー、非常に視点の広い面白い学説をいっぱい出している、まあ、仏教学会の人気者という感じの方でね私も大好きですけれどもで。このグレゴリー・ショペンさんが えー、1991年に論文を出したのがあるんですねそれがこの今のお釈迦様の,そのお葬式の話に関する論文なんです。でこれが非常にまあ話題になりまして、えー、それをその平岡聡さんですね私の友人ですけどもこの平岡先生が、えー、きれいな日本語に直して、えー、出版をしてくださってます。ですからあの 本当はもうちょっと詳しい情報をここ書かなくちゃいけないんですが、まあ、あんまり書ききれないのでこの程度で勘弁していただいて上がそのグレゴリー・ショペンさんの元のオリジナルの英語の論文でそれを平岡先生が平岡さんが下のような形で日本語に翻訳をしてで大谷学法という雑誌に載せておられますこれはもう今インターネットで全文読むことができますのでもし興味のある方はあの検索して えー、読んでみてください大変わかりやすく書いてありますですねでそれはまた後でお話をしますがともかくまず最初に、えー、今ご紹介をしているこの「えー、涅槃尿」の中での,そのお釈迦様の問題のシーンですねそのお,お葬式をどうするのだという話についてまずご紹介をしていこうと思います。入りりまますすかこんなな感じですかもういいっぱいになりましたね ちゃんと入ってるかな。見えないんですよ私この眼鏡で。ちょっと失礼します。老眼鏡。大体入ってますね。はい。失礼しました。それで、<laughs> あのあこっちも変えなきゃ。ごめんなさい。えー、っと、えー、お釈迦様がまあ今ねあの、えー、皿掃除の間に。 横たわっておられるんですそしてまだお話をなさっている最中なんですがそこで阿南、えー、がですねお釈迦様にもう最後ですしお釈迦様あなたがあのお亡くなりになった後に我々はどういうふうにお釈迦様のご葬儀を行ったらいいんでしょうかどのようにご遺体の跡を、まあえー、処置したらよいのかそのことを、まあ、言い残してくださいませと言ってお願いをするそれに対するお釈迦様の答えなんですね。 でちょっとこれ私あの翻訳をしておきましたパーリ語からのもう善悪です、うん、省略なしに訳しましたのでちょっと読んでみましょうか「阿南よ」と今阿南にお釈迦様指示してるんですね「お前たちは、えー、如来の如来って仏様お釈迦様のことですね如来の遺体供養に関わるなと阿南よお前たちは 正しい目的のために励め正しい目的を実行せよ正しい目的のために不法逸でつまり心があちこち揺れ動かずにそして先進し意を決しておれつまりひ,ひ,あのひたすらに修行に励めとおっしゃってるんですねアナンよクシャトリアの賢者たちやバラモンの賢者たちや 市民の賢者たちで、如来に対して清らかな。信頼の心を抱いている者たちが如来の痛い供養をするであろうと。こういう言葉なんですね。まだこの後続きますけども、これがまあそのお釈迦様の第一声であります。あのアナンの質問に対してね。で、これまとめて言いますと、お前たちはアナンよ。お前たちは。 痛い、えー、供養に関わるなとその,その供養するというその行為をしてはいかんのだとでお前たちがやるべきことは一,一心に修行をすることであると言ってますね正しい心でとう声でお前たちがやる,やる必要はないんだとそしてじゃあその遺体供養は誰がするのかというとクシャトリ屋の賢者たちなどなどこれはもう言ってみれば、えー、一般の信者だと言ってるんですクシャトリ屋の賢者バラモンの賢者これ一般の者 一般の信者たちが私如来の遺体供養をするであろう。だから、お前たちは関わるなと。これがお釈迦様の言葉なんですね。で。あの？ここでこの遺体供養という言葉が問題になってくるんです。それをするなって言うんですけども、遺体供養とは何なんだと言うんですね。で、あのこれの言語ですね。あのパーリー語の言語は？ サリーーラプジャとうんですサリーラプーージャーでサリーラというのはこれサンスクリット語ですとシャリーラパーリ語だとサリーラになりますちょっと発音が違いますがねでこのシャリーラサリーラというのがよろしいですか単数で使われる場合あの単数複数ってあるでしょ単数で使われる場合にはこれは亡くなったその方のご遺体を指すんですつまり一人の人間の その亡くなった遺体まるまる1個を単数でサリーラと言うんです。で、このサリーラが複数で使われる場合、サリーラがこうなんとかな。英語で言うと s が付くというね。あの複数形の s がそんな形で複数になった場合には、それはたくさんのものが集まっているということで、これは遺骨を指すんです、ね、つまり、ほらバラバラの骨がね。あの全体として一人の。 骨になってますがこれバラバララでしょあの仮装した後の骨なんかねですから複数になるですからサリーラが単数ならご遺体複数なら遺骨ということになるんですねでここの言葉のサリーラプージャーのプージャーというのはこれは供養ということですまあ例えばこう手を合わせてこうやったりお花をそれあの巻,き巻いたりねその えー、そのものに対して特別なその供養の行動をとることこれをプージャーと言いますまあ日本語だと供養と訳すことが多いですがねそうするとサリーラ・プージャーはサリーラに対する供養なんですがこのサリーラが単数なのか複数なのかはこの単語では分かりませんつながってるからサリーラ・プージャーで一つの単語なので分からないんですで昔からいいですか昔からこの えー、サリー・ラプージャーの単語は一般的には遺骨を指すというふうに捉えられてきました遺骨崇拝つまり火葬にした後のその骨を崇拝することそれに関わるなというふうに言われてきたので、えー、従来ですね <coughs> 従来というのはもう1,000年以上にわたってです2,000年以上にわたって このサリーラプージャーを禁ずるとそれに関わるなということはお坊さんたちは骨の供養に関わるなということになります。骨の供養というのは今で言うとどんなものですかというとこれはお墓を拝むことですよ。お墓を骨ををめたお墓を拝むとということになるわけですねで。それに対してお坊さんは積極的に関わってはいけないんだとお骨崇拝には関わるなというのはお釈迦様の遺言,言なんだとこのように捉えられてきたんですが。 えー、そのさっきのねグレゴリー・ショペン先生は、えー、この部分をこうきっちり読むとこのサリーラは遺体なんだと遺骨遺骨と思われてたけど実はご遺体なのでってつまり遺体供養ですからその仮装になるまでのお釈迦様のお体をこうあれこれこう供養することに関わるなと言ってるんであってその後のことについては言ってないと。つまり 骨供養遺骨遺崇拝に関わるななととは言ってないという説なんですねですからもしそのショペンさんの言うことが正しければここで禁じられているのはご遺体の供養なのであって遺骨崇拝つまりお坊さんがですよお坊さんたちあな何よお前たちがこのお墓をお釈迦様のお墓を拝むということはこれ全然問題ないんだと。 いうことになるわけで、そうすると従来の考え方が変わることになるんですね。で、そういう意味で、ここのあの言葉、このサリーラ。えー、プージャーという遺体崇拝なのか、遺骨、だから私ここで。遺体崇拝と書いて。で、not 遺骨崇拝、これはショペンさんがそういう点です。ショペンさんは not 遺骨崇拝だと言ってるわけなんですね。そのままで,でよろしいですか。 はい、まあそれはともかくとして先へじゃあ進みましょうか。これの話は後でもう一度戻ってまいります。 それで、じゃあ、ショペンさんの説を、まあ、受けてですね、これを承認した上で承認するとしてですね、それで、えー、確かにねあの、言ってることは正しいですよ。あのえー、この「寝搬入」をちゃんときちんと読みますとね、えー、この「サリー・ラプージャ」というのは決して仮想にした後のことを言ってないですその前のことを言ってますね。 それは間違いないと思います。それで涅槃用をきちっと読んだ場合に、そのサリーラプージャー遺体哭よ、まあ今ショペンさんによれば遺体哭よとは内容は何なのかということをこう見ていきますと、こういうことがわかるんですね。えー、まずまだ仮装になる前のご遺体です。そのご遺体を、えー、舞踏、歌、音楽、花輪、香料、まあ、要するにその 供養その何て言うかな、えー、踊りや歌やそれから物ですね花輪や香料とかはこれ物ですからそういうものをこうわっと散らして、えー、ありがたく供養するその一種のセレモニーですね儀礼ですそのことをねですよで、えー、さらにはそのご遺体を焼き場まで昔は延べで焼きますからね今みたいにその。 あの火葬場があってそこのコンクリートの建物の中で焼くとかそんなことじゃありませんから延べの露店で焼きますからその焼き場へそのご遺体をみんなで担いでそして町の中を練り歩いてこの方が亡くなったんですよ皆さんごお葬式ですよっていうことをみんなにこう見ていただいて知っていただいた上でその町から外へ出て郊外にあるその焼き場まで 持っていくというこの,あのご遺体をいろんなもので供養した上にさらにみんなでそれを練り歩いて焼き場まで持っていくというこの全体がね遺体供養サリーーラプージャーなんですねでよろしいですかそれでもしも先ほどの言葉が「阿南よお前たちはサリーラ・プージャーに関わってはならんぞ」という言葉をそのまま受けますと。 今言ったようなことをしてはならんということなんですとということはみんなでお花巻いたりあの拝んだりそして担いだりそれ,にそれに対してはお前たちは関わるなと言ってるわけなんですね。でそれはあの在家信者たちの役目なのであると言うんですね。それでそれでですねその行為が終わった後に初めて今度は仮装が行われ。 ご遺体が焼かれて遺骨が残りその遺骨を壺の中へ入れて今でいう骨壺ですね骨壺に入れて地面に埋めてその上に土まんじゅうのような、まあ、あの記念塔を建てるですねこれももちろんお墓ですよ。そのことをインド語ではストゥーパと言うんですそのもののことをね。お墓を あのお骨を納めてそれをあの記念するためのお墓このことをスゥーパと言います日本語ではこれが外場外場になりますね。でさやがてその「当場」の真ん中の音の「う外場」の「唐」の字だけが「唐」という仏塔という「塔という漢字にとして使われて1文字で「ストゥーパ」を表すようになるわけなんですね。 だから本当はエッフェル塔というのはあれはおかしな使い方であ,のあれエッフェル塔っていうのがもしそうだとするとあのエッフェル塔の下にはエッフェルさんの骨が埋まってなくちゃいけない <laughs> ですがねなんかそれはもう混乱して使わる東京タワーとかスカイツリーは大丈夫なんですよ。あれは塔と言ってませんから別に骨と関係ないんですがねまあそういうことで塔という漢字はそういう歴史で伝わってきたものです。そのの元になるのがストゥーパ というインドので,すで、えー、まあ,あのトゥーパーといいますがこのストゥーパーが建てられるよろしいですかそうすると遺体供養を行ってみんなでそれを、まあ、あの盛大に、えー、拝んで運んでそして供養そしてごめんなさいそして仮装にしてお墓を建てるこう,こういう実は3段階になってて。 さっきの言葉はその第1段階の,そのセレモニーとしての遺体供養をするなとあのお坊さんたちはねするなというそういう教えなんですね。 そうしますとお葬式でそのなんていうか仮装をするということと「遺体供養」というのは別の話になってきますですね。そうで痛い供養の話は先ほど言いましたあのおはあの花をまいたりお香をまいたり。お香を で町の中練り歩いたりとこういう話ですがじゃあその後の実際の仮装にするための準備というのはどういうものかと,いうとこれはまた別の話になってきてそれがまたこの「涅槃仰」の中ではお釈迦様の言葉として先ほどの言葉に続いてですね、えー、実際の仮想のやり方も書いてあるわけです。それちょっと見ますと「えー、遺体供養の後の処理方法」ですね。 つまり仮想の準備です。天林女王に対するのと同じ方法でご遺体を処理する。天林女王というのはこの世俗世界での最高の権力者、えー、と理想の王様。あの実際はいないんですが、いるとしたらこんな素晴らしい王様が我々のまあ,あの理想だというようなそういう王様のことを天林女王と呼ぶんですね。えー、つまり。 この世で最高に権力のある人が亡くなった時のお葬式の方法と同じ方法でブッダの仮装をせよととブッダがおっしゃっているんです。なんかこれもまた偉そうに聞こえますがこれ決して偉いって話じゃありません。これはでですね、えー、お釈迦様をそうやって最高の方法で、えー ご遺体のね処置をすることによって、それに関わった人たちに最高の家宝が戻ってくるからという、これはお釈迦様のその思いやりの気持ちの表れなんです。まあこの話はまた別にします。い,いろんな話が重なってるからね、あの一回で全部言えないんですよ。重層的になってますから。今は今日はお釈迦様のそのお葬式の方法についての三段階の 区分けをきちっとするというそれが今日の話のメインであります。でその仮想の方法なんですがこれまあ私はよく分かりませんがご遺体を布で包みなさいとそれは、まあ、分かりますよね。で次にそれを何か面で包みなさいと言うんですね。でそれを500回繰り返す布で包んで面で包んでこれ500回繰り返したら。 どんなんなのかわかりませんが、まあ、大西さんに言ってんですけども、えー、丁寧に丁寧に巻きなさいといろんなものでね。で、それを次に鉄の輸送に入れっていうのが書いてあるんで、これもよくわからないんですが、この油というのはね、その何とか油漬けにするというそういうものじゃなくて、おそらくはこういうを塗るというようなそういう感じだろうと思うんですが、ただ鉄の輸送に入れるとのはわからないですね。鉄に入れたら燃えないじゃないかと思うんですけども、そう書いてあるかはわかりませんね。 まあ完全に密閉するのではなくて鉄の入れ物の中にお入れしてそしてそれを火で焼いて中のご遺体を焼くということかもしれませんね。はっきりしたことはわかりませんがともかくまあすごいすごいんだぞということはわかりますね。ね、500回巻いて鉄の輸送に入れてそして香木の巻きです普通の巻きじゃありません。えー、例えばだだとか仙段だとかかそういうもういも超高級 のお香の木を薪にしてそれで燃やすんだといい匂いするでしょうねものすごい香りがすると思いますがそうやって火葬にせよその後ですねまだ続くんですね当然そこで今度は遺骨が残りますねシャリーラが単数から複数になりますねこれで骨になりますからでその骨をま収めたスツーパ仏塔ですね をえー、どこへ建てるかというと皆が通るような大,大通り渋谷の交差点とかねそう,そういうところの京都だったら四条河原町とかそういうところの四ツ筋の皆の目につくところにドーンと大きなスーューパーを建ててそこにまあ骨を安置せよと。これによって当然そこの道行く人たちが皆そのスーューパーを見て 拝むことができると、そういう場所に設置するというわけですね。よろしいですか。で、そのその、えー、下に入っている骨ですね。えー、を覆う。これあの仏舎利というんです。仏舎利の舎利は先ほどから何遍も言っている舎利ら遺骨の、えー、漢文音写語ですね。だから仏家の舎利らなので仏舎利とこういうふうになっているわけです。 まあそれはまあちょっとした、えー、言葉の知識ですけれどもそれはともかくとして、えー、遺体供養に続いてこのようなご遺体の処理方法が続,続いて述べられているというところが大事なんですね。そこまででよろしいでしいょう それででで今ままままの話を全体ととめてみますすすこうなりますですね、えー、ブッダ滅亡仏滅ですね、えー、仏が亡くなることですこれを仏滅というんですねあの日本の大安、えー、とか仏滅とかあれ全然関係ありませんからねあれはもう中国でできた呼び方であってあの,その仏滅があの1年に何回もあったら <laughs> バカな話ですよねそんなことありえない。 もともとの仏滅というのはああいうものとは全く関係なく仏がなくなることという意味ですね。でその仏滅仏陀滅後の、えー、処置をまとめて言いますと振り返って言いますとまず最初に遺体供養がありましてこれはお坊様たちにが関わるなと言われている行為ですね。でなぜかと言いますとねこれはもうプージャーという単語がはっきり示してましてプージャーというのはもう本当に供養なんです。 一種ののセレモニーとしての供養なんですで。このプージャーというものには必ずその苦毒というものがつ,いて回るわけですつまりプージャーをするということはそれは良い行いをしその良い行いの見返りとしての全豪の「くどが必ずそこに戻ってくるという意識がそこに付随した行為なんですね。よしまあ言ってみればプージャーをするということ供養する プージャーをするということは必ず、そのそれをやってる人たちはそれによって何か私の将来の幸福が来ますようにと願ってやってるということなんです。だから、このサリーラプージャーというものに出家者が関わるなっていうのはもう当然のことなんです。出家者はその見返りを期待して、それで、えー、輪廻していいとこに生まれましょう。ということを考えてはいけない。考えない人たちなのですから。 プーーャに関わるはずがないんですねだからこの「遺体供養」に「あなんよお前たちは関わってはならんぞ」っていうのはもう当然のことなんですね。しかしその後に続く遺体の処置と仮装それからその最後に残りましたご遺骨をスーゥーパに収めてそしてそれをまあみんなが通るところに建立しそれを拝んだり手を合わせたりするとこの2番と3番に関しては あの先ほどの言葉では決して禁止されていないんだということになりますねだからあのショペンさんの論文はそういうことに我々を気づかせてくれた論文なんですそれまでの今までの一般の考え方だとこの1も2も3も特にこの3を禁じてるんだというふうに捉えていたのであの仏道修行者っていうのは出家者っていうのはこのお墓供養 といいいううもものののに直接関わるものではないっていうのがあの日本だとね日本は関わってるからあの変な感じするかもしれませんがあの東南アジアだとかスリランカなどの、まあ、古い形の仏教が伝わっている社会ではあのそういうふうに取られていて今でもお坊さんたちは別にお墓をあの拝んだけどもショーペンさんはいやいやそれは実はそんなこと言ってないんだとあのお墓を拝んだって構わんのだと。 いうふうふに言ってるわけなんです。私の言ったこと分かりますかもう一っ言みましょうかあの。先ほど一番最初にご紹介をしたあの言葉をあの言葉を遺骨崇拝つまりストーパー崇拝の禁止だというふうに昔から伝統的に仏教世界では考えられてきたわけです。したがってそれにした、てその言葉に準じて、えー スリランカや東南アジアなどの、まあ、その釈迦の言葉をそのままあの受け継いでいる仏教世界においては宗家修行者たちは直接仏陶崇拝の,あの、まあ、仏陶崇拝に積極的に関わるというようなことをしてはいけないというのが通念としてあったわけです。 それに対して日本などではそのその考え方が今度崩れてしまっていてこれはおそらく儒教や道教の影響だと思いますがお坊さんは盛んに、えー、お,お墓崇拝仏陶崇拝に関わるようになってるわけですね。でしょだからこれは東南アジアの人たちから見るとあんな仏教の本来の姿と違うじゃないかと。ね、お坊さんがそんなお,はお墓の崇拝に関わるなんていうことをしてはいかんのだと。 そう涅槃、ね、に,に変えたるじゃないかと言ってきたんですがショペンさんの論文によって「いやいやそんなこと言ってないよ」と「お坊さんが関わっていけないのはその亡くなった直後の遺体供養に関わるな」ということであってその後の骨供養だとかそんなものに関わるなとは言ってないんだから禁止されてるわけじゃないよというふうになってきて。 なんか日本の仏教にとって都合がいいような話なんだけどもこれ日本の仏教はどんどん崩れて今の形になってきてるわけですから別にショペンさんの論文が出たからといって喜ぶべき話でもないんですけれどもともかく形としてはそうなってるということなんですね。どこまでででよろしいですか、はい、すかはそれで うん、ここからですねそれで、えっと、このように三段階説というのを「まあ、涅槃女」をベースにして読んでいくと読めるんですがここでちょっと最後ですけどもねあの全体の総ままととめとししててお話をしていきます実はショペン説グレゴリー・ショペンの説にもあの間違いが間違いというと失礼だね勘違いがあるんですね。 でその話をしていきますえっ、ー、と頭の中もう一度整理して3段階のご遺体の処置頭入れてくださいね遺体供養それから、えー、お葬式仮葬ですね仮葬の準備とその執行そして3番目がその遺骨スツーパーでの遺骨崇拝とこう3段階あるわけなんですね。それでえーあの 従来の定説によりますと出家者は遺骨崇拝に関わってはならないと言っていたんだあの言葉はねその意味はそういうことなんだと考えられてきましたがこれはもうショペンさんの論文によってまずこうひっくり返ります。だからあののの先ほどの涅槃尿の言葉を素直に読む限りではは遺骨崇拝は 決してこれはあの否定されていないということになります,ですね。さて、それでじゃあじゃあショペンさんの考え方が全部正しいのかというとそういうわけじゃないんですね。えっ、ー、とショペンさんはねあのこう考えてるんですよ。さっき私三段階説って言いましたでしょ。三段階ある。ところがこれは私が読んで言ってるんであ,であって、えー、ショペン先生の論文を見ますとショペンさんはですね。 1> あの第1段階と第2段階を一つにまとめて考えちゃってるんです。つまり遺体の崇拝遺体崇拝サリーラ・プージャーっていうのはお花を巻いたり拝んだり運んだりだけではなくてその後にそに布で巻いたり油のおかんにつけたりそしてそれを香木の上に乗せて燃やすというその火葬が終わるまでの あの手続きを一括して一つに考えてるんですでそれがサリー・ラ・プージャーだと考えてるんですね。でそうしますとね話が変わってきちゃうね。<laughs> えっとショペン説はこう書いて「アナンに対してブッダの遺体の処置や火葬に関わることが禁じられたのであってさっきの言葉ね禁じる言葉はもう一本言いますよ。 アナに対してここが問題なですショペンさんはどう考えてるかって言ったら、さっきの「あのしてはいけない関わってはいけない」という言葉は「阿南よ」って言ってるじゃないかと。だからあれはアナンだけがしてはいけないと言ってるんであってお坊さん全員がしてはいけないというわけじゃないんだとこう言うんですね。で阿南に対してブッダの遺体の処置や火葬に関わることが禁じられただけであって出家者全般は、うん ブッダの葬儀にも遺骨崇拝にも関わっていたんだとこれがショペンさんの主張なんですね。ちょっとここよろし読みにくいますか。でしたがってショペンさんは遺体供養を葬儀そのものと同一しているんですね。こここれはね分けて考えなくちゃいけないんです。で えっとね、ショペンさんはこう言いたいんですねあの、えー、今までの人たちはお坊さんがその、えー、お釈迦様の掃除にもそれから後の遺骨崇拝にも関わってはならないというふうにみんな理解してたかもしれんけどもそうじゃないんだと関わってもいいんだよと関わってもいいんだと。で関わってもいい ということは「あのアナンよ」という言葉はあれはアナンだけに禁じてるのであってあの、えー、他のお坊さんたちに対して禁じてるわけじゃないんだとだから他のお坊さんたちはみんな、えーかあのえー、仮装もするしその後の骨供いもみんなしていいんだというふうに考えたわけなんですねただね先ほどのその文章をアナンだけ。 に禁じてるっていうふうに読むのは無理ですこれは無理ですなぜならばお前たちはっていう単語が複数になってますお前はとは言ってないですお前たちはと言ってますそれからもう一つ大事なポイントはあの後にあの文章の最後にねあのー、なんていう,んだろう、ねえー、クシャトリアの賢者たちやバラモンの賢者たちや一般市民の賢者たちがやるであろうから お前たちはするなと言ってるんですから、バラモンやクシャトリアの賢者たち以外の人たちって言ったら、これは出家修行者お坊さん全般を指しますよ。わかりですか。一般の人たちがやるんだからお前たちやるなって言ってるんだから、そのお前たちっていうのはアナン一人じゃなくて、これはお坊さん全体を指すに決まってるんです。ですから、そのショペンさんの考え方はそこにこのズレがあるんですね。よろしいですか。 でなぜそうなってしまうのかと言いますと本当は3段階で考えなくちゃいけないところの1段目と2段目を一緒く単に考えてるからです。で一緒く単に考えていてであの、えー、お釈迦様はそれ,それに関わるなと言ったんだと言うんですねだからそれは阿難が関わるなと言ったのだからお坊さんはそれに関わってもいいんだと。 お坊さんん全体はかかってもいいんだと、そういうことになるんですがこれ3段階に分けて考えるとねそんなことを考える必要は全然ないですよ。3段階であの言葉は何を言っているかと「あなんよお前たち修行者は出家修行者は第1段階のあのえー、遺体供養には関わるな」とそんだけの話です。 そうするとね第2段階と第3段階には関わってもいいということはもう最初からあの言葉の中に含まれてるんです。私の言ってことは若いですから。第1段と第2段をまとめてしまいますと「ないないそれに関わるな!」と言った場合にはそれはアナンに言ってるのであってお坊さん全体には言ってないんだと言わないと話が通らなくなりますね。しかしながら1段目と2段目を分けて考えますと。 1>, 1段目にお坊さんは関わるなと言ってるだけだということになると2段目からあとはみんな関わってもいいということになってくるわけです。私の言うことはわかりますで従ってあのショペンさんはその第1段と第2段を一緒くたにしたためにかなり無理な読み方をせざるを得なくなったんだけどもそんなことを考える必要はないんで。 あの言葉は素直に1段目2段目3段目が分かれていてその1段目に関してはお坊さんは関わるなというふうに言ってんだとその代わりに2段目と3段目つまり仮装そのものとそれから遺骨崇拝には別に構わんよと言ってるとそういうふうに読んだ方があの読まないと自然に読めないということなんですね。よろしくお願いします えーっとですねこうこうこうこここうだえーシペン説によると、えー、あの三段階のうちのえー第一段階遺体供養と第二段階の仮装ですねこれは、えー、アナンにのみ 禁禁じじらられれたたものであっっててて一般僧侶に対しては禁じられていなかったんだつまりこれはあ僧侶が禁じられる行為ではなかったやってもいいということになっていたそして第3段階目の遺骨供養に関してはこれはもう阿南に対する禁止版もありませんから全ての僧侶に対して許されていたつまり書面説によりますと第1段階から第3段階までの全てのステップは 僧侶に対して許されていいたという結論になりますでこれに対して私が提示しておりますこの修正説によりますと第1段と第2段を国って考えますので第1段階に関してはこれは全ての僧侶に対して禁じられていたつまり遺体供養シャリーラ・プージャーはするなということになります。 そして第2段階と第3段階に関してはこれはもう禁じられる範囲ではありませんのでえ全ての僧侶に対して許されていたつまり仮装に参加することそして、えー、遺骨供養をすることこれは問題なく認められていたで阿南個人に対して何かが禁じられていたというようなことは全く考える必要がないという結論になります。 従いまして書面説と私の修正説の違いがどこに出てくるかと言いますと、えー、亡くなったご遺体をプージャーとしてつまり何らかの、えー、まあ功徳のある行為としてそれを供養するという行為に関して、えー、僧侶がそれに関わってもいいのか悪いのかという話に関して、えー、書面説ならば「 構わんということになりますし修正説によるとそれに関しては修行者は関わるなとその,後のおあの葬儀遺骨崇拝は構わないけれどもその前のまあ言ってみれば見返りを期待してのセレモニーとしてのその崇拝に関しては参加するなということにな,なるということですからこれはまあ考えてみるとあの今の考え 仏教がどのように僧侶に関わるかということとも非常に密接に関連する問題になってきますですね。でただし出家者の場合はそれによる全豪の蓄積は推奨されないつまりお葬式をしたからといってそれで全豪が,がついてねそして良いところに生まれますとかそういうことを願ってあの おーそういうものに関わってはいけないのであってまあ言ってみればちょっとあの複雑な話になって申し訳ありませんでしたけども、えー、重要な場所なので、えー、長い時間ですけれどもねちょっと長くなりましたがご説明いたしました。じゃあまたあの続けて次回からは、えー、この後の実際のお葬式の模様についてのお話を語っていくことにいたします。